本日あの公明党の離党振興対策本部の、本部長であります山本博史参議院議員と、そして事務局長の吉田衆議院議員が同席しております。それではまず初めに山口代表より発言でございます。はい、私から3点申し上げたいと思います。まず一つはマイナンバーカードをめぐるさまざまなトラブルが生じております。これはカード自体の問題と、またその前提となるマイナンバーそのものとの関わりもあるわけでありますが、これについては誤って、情報が登録されているなど、こうしたトラブルを原因を一つ一つ解明をして再発防止を図るということ、またすでに誤った登録については速やかに正しいものに変更していく、訂正をしていくということ、これを政府として徹底的にやっていただきたいと思います。その上でこのマイナンバーカードと健康保険を一本化するという大きな方針の下で進めてきているわけでありますけれども、まずこのなぜ一本化するのかというところを国民の皆様に分かりやすく丁寧に説明を尽くしていくことが重要だと思います。こうした自分自身のこれまでの起用歴や、あるいは使っている薬、そしてまた治療の経過等が分かれば、これは医療の専門家から見ればその人の健康保持や、あるいは病気の予防、そして適切な治療などについて大いに役に立つわけであります。こうしたことは今まではできにくかったと事情がありますから、このマイナンバーカードと健康保険証を一本化することによって、こうした利便性が大きく前進するということ、このことをよく理解いただくようにすることが大事だと思います。併せてこれまでのさまざまなトラブル、これはマイナンバーとは関係のないこれまでのさまざまな不具合が生じてきたことについても、安全性が高まると、効率化が進むと、こういう面もあるわけでありますので、そうした意義やメリット、これを十分に説明をしていくことが大切だと思います。その上で一つはこのこれまでも起こり得たことでありますけれども、転職などによって保険証が変わった場合に、その変わり目のところで資格を確認しにくいという事情が生じてきました。そうしたことがこの今回も資格が確定できないことによって10割の負担を求めるのかどうかという問題が生じておりました。そうした点についても政府として一貫した方針を徹底をして、マイナンバーカードを基本的に使えば3割で負担で済むと、また医療機関の方もそれが適切に診療報酬が受けられるような手立てを講じていく、まあ、こうしたことを速やかに行っていくべきだと、このように思います。そしてこれからのこのマイナンバーカードを取得を進めていくということが重要であり、かなり取得は進んできておりますし、またそれと健康保険証を結びつけるという数も飛躍的に高まってきております。そしてそれらを実際に利用して自身の情報、これを医療機関で利用していただくような例というものも、この例えば3月時点と5月時点を比べただけでも、もう利用件数は4倍近くに急激に伸びてきておりますから、これからもそれは大きく伸びていくのではないかと思います。そうしたことを考えると、この利便性、安全性というものが浸透をしていく方向ができつつあると、このようにも思いますので、より安全性を確保しながら
しっかり行っていただきたいと思います。そしてこのカード取得及び健康保険証と結びつけるということをやりたくてもできないような状況の方もいらっしゃいます。例えば認知症の方とか、あるいは介護施設に入所していらっしゃる方々とか、まあ、そういう方は自らできない場合がありますので、これをその利便性をご本人のために活用するためにどうしたらいいかということで、この取得を支援していくということと、また施設の管理者側のいろいろな配慮を両立させながら、この取得をどう進めるかというところについても丁寧な対応をすべきであると考えます。最終的にそうしたことを、これはあくまで本人の意思でやることでありますから、それをしないという人も最終的には残る場合がありますけれども、そうしたときにこの健康保険を利用できないという状況は回避すべきであると思います。そうしたことに備えて、いずれ資格確認書等を政府としてそうした方にお届けするという考え方があるようでありますが、そうしたことを実行するタイミングが来ればですね、むしろプッシュ型でそうした健康保険の利用に隙間が生じないように積極的にこの資格確認書をお届けするということも検討していただきたいと思います。こうした政府の取り組み、これをスピーディーに周知徹底をしていく、そして総点検の中でここの不安を解消し、具体的にトラブルを防止し、そしてまた信頼を確保していく、そうした政府の挙げた取り組み、これをぜひやっていただきたいと思います。いよいよ閉会中審査で衆議院で行われ、いずれは参議院でも行われるものと思われますが、こうした機会に課題を徹底して洗い出し、そしてまた政府の取り組みについて丁寧に説明をし、国民の皆さんに伝わる機会にしていただきたいと思います。マイナンバーについて以上であります。それからもう一つ、今日は離島振興対策本部のメンバーにも同席していただいております。来年3月で奄美群島の特別措置法、それから小笠原諸島の特別措置法が期限が参ります。時限立法で対応してまいりました。これらについて今後どうするかということで、離島振興対策本部の方で各地を巡り、また関係者にヒアリングを重ね、調査を続けてまいりました。この5月にも例えば奄美大島、沖永良部島、与論島などに赴いて現地の事情を調査し、関係者の声をつぶさに聞き取ってまいりました。また小笠原についても村長さんや議長さん、関係者の声を聞き、また要請書等も我々としてすでに受けているところであります。私自身東京都の選出でありますから、もう年に数回以上小笠原の村長議長とは面談をしながら、さまざまな要望や課題解決についてコミュニケーションを取ってきたところでありますが、離島本部としても正式に要請をいただいているところであります。これらを前提にして我が党から政府に対して、この今後の年度末における次の在り方について提案をしたいと思っております。概要について、例えば奄美群島振興開発については、法律の期限を5年間延長するということであり、また沖縄との連携、この地理的な関係からして経済的な面でも人的交流の面でも沖縄との関係が強い、その上で沖縄との連携を強めるという方策、あるいは奄美群島振興交付金、この使い道、これをもっと拡充をしてもらいたいと
という要望が強かったわけでありますから、これを盛り込みたいと思います。また公共事業予算に関する補助率のかさ上げ、特にこの今雨のシーズンでありますので、豪雨に見舞われてさまざまなインフラの被害、農業施設の被害等出ておりますので、こうした点でも補助率のかさ上げを求めたいと思います。また地方交付税や地方債の記載に関するところも十分な配慮を求めていきたいと思います。こうしたことを盛り込んだ奄美群島の振興開発についての要望をいたします。もう一点、小笠原諸島の振興開発について申し上げますと、同じく法律は5年間の延長を求めたいと思います。特に小笠原は空港がありませんので、空港開設というのはもう長年の悲願でもありました。小笠原の自然やあるいは人の往来ニーズ等に応じた航空路の開設の検討を求めたいと思います。また防災対策の推進、公共施設の計画的な整備、これらについても求めてまいりたいと思います。また世界自然遺産としての環境、これを維持し保全していくことも重要であります。観光振興も同時に行っていかなければなりませんけれども、ここでの自然環境の維持保全との調和ということが重要でありますので、それを目指したいと思います。また実際に住んでいる人がいらっしゃり、また若い世代が増えてきているということも特徴であります。そして居住地もだんだん従来の居住地から島の新たな居住地へと拡大が進んできております。こうしたことを考えた上で、生活環境また定住促進対策についての支援を盛り込みたいと思います。さらに離島であるということを考慮して、 DX の活用についても求めたいと思っております。これら奄美小笠原についての提案を近々政府に申し入れたいと思っております。それとご質問があれば、お二人対策本部の責任者がおりますので、後ほど受けたまりたいと思います。それと本日 IAEA のグロッシ事務総長が訪日をされまして、これまでのさまざまな調査等を踏まえながら、包括的な評価結果を報告書にまとめて日本政府に提出すると伺っております。これまでのグロッシ事務局長の発言等からしても、この基準に従った手続きを進めていけば環境に悪影響を与えることはないと、また福島の水産物や農産物にも問題がないと、こういう発言をされていらっしゃいますので、報告書で改めて科学的な根拠に基づいて客観的にこうした認識が裏付けられるのではないかと期待をしております。で、これから大事なことは、こうした科学的な根拠に基づいて客観的にこの安全性を周知していくということが大事であり、国内はもちろんでありますが、国際社会に対してもこうした評価認識を周知していく努力が必要であります。政府自身も内外にこの発信をしていくという姿勢は明確にしておりますので、このことをぜひやっていただきたいと思います。その上で風評を懸念する声もありますので、こうしたことに対する関係者への説明を丁寧に尽くしていただきたいと思います。こうした取り組みを行うには、今日報告を受けた上で一定の政府の取り組みの時間も必要だと思います。差し迫った海開き、これはもう常磐の海、私も子どもの頃からその海で泳ぎ、福島県の海水浴場も利用してまいりましたけれども、だいたい7月中旬から8月中旬までのシーズンでありますので、そうした機会
をどうするかということは政府が最終的に判断をしていただきたいと思います。いずれにしても先送りできないこのアルプス処理水の蓄積というものは先送りできない課題でありますので、科学的な根拠に基づいて客観的に安全性を説明評価した上で、この放出のタイミングを政府として総合的に適切なタイミングで判断をしていただきたいと思っております。そういう趣旨をこの間福島で申し上げたわけであります。以上、私からの冒頭の発言は終わります。はい、それではこれより質疑応答とさせていただきたいと思います。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは最初に手が上がりました。一番目の後ろです。テレビ朝日平井です。よろしくお願いします。はい、冒頭のご発言の中の最後の項目でもありました、福島第一原発の処理水をめぐる海洋放出についてお聞きします。現在ですね、その政府また岸田総理はその放出の是非であったりこの時期をめぐる最終判断はまだ控えている状態かと思います。先ほどのご発言の中にもありましたが、山口代表、改めて政府はどのような判断が適切だとお考えでしょうか。まあ、それはこの今日受ける IAEA の包括的な報告書を受けた上で、科学的な根拠に基づいて客観的に放出が安全であるということを内外にしっかりと発信していく、説明をしていくという取り組みが重要だと思います。その取り組みの状況を政府として取り組んだ上での判断がありますし、また風評を生まないような対策をしていくということもおっしゃってますし、安全性を改めて確認をするということもおっしゃってますので、まあ、そうしたことを政府としてやった上で、さまざまなその他の状況も考慮しながら最終判断、総合的な判断を政府として適切なタイミングで決めていただきたいと思います。すいません、関連してもう1点だけお伺いします。冒頭の発言の中にもありましたけれども、先日 その福島県訪問された際に、もう文脈は前後の文脈はあったと思うんですけれども、直近に迫った海水浴シーズンの放出は避けた方がいいとのご発言をされたと承知しております。改めてこのご発言の真意をお伺いしたいのと、またこの代表の発言をめぐっては、与野党の一部議員から、かえって風評被害を招くのではないかといったような指摘も出ていますが、これについて代表、どのようなお考えでしょうか。はい、今、ルル申し上げましたように、今日 IAEA からの報告書を受け取るわけでありますから、そうしたことも踏まえて科学的な根拠に基づいて客観的な安全性の確認、こうしたことを内外に説明をしていくことが大事だ。これはかねてから政府が言ってきたことでありますし、私もそう思います。ですからそれをしっかり進めていただきたい。これを報告を受けたばかりで放出についての判断をすぐ下すというのではなくて、内外にしっかり発信をして、これを浸透を図っていくということ、これをどういうふうに取り組むかは政府のやり方次第でもあります。また IAEA 自身にも国際社会に対してそうした説明をしていただく努力、配慮を期待したいと思います。まあ、そうしたことをやるためには一定の時間も必要なわけでありますから、例えばいわき市の海開きはもう7月15日からでありますのでね、少し時間が不足しているのではないかという趣旨で申し上げました。そのことを誤解のないように、改めて今日申し上げた次第であります。はい、それでは続きまして TBS の中野です。冒頭の離島振興についてお伺いします。今回のビジョンをこのタイミングで出される意義と、特に今回重要視するポイント、前回のビジョンから変わった点について教えてください。はい、じゃあこれは対策本部長の方からどうぞ。離島振興対策本部の本部長の山本でございます。このタイミングで、ということに関しましては、来年の3月切れるところでございますけれども、概算の予算等も、検討する必要もございます。4年前もこのタイミングで提出させていただき、概算、さまざまな形で、あと奄美の方や小笠原の方の市長たちも申し入れ等がこの後で続くわけでございますので、
このタイミングでさせていただいた次第でございます。そして大きな点といいますのは、やはり今の法律ですと、例えば沖縄との連携ということに関しまして、具体的な記述がありませんので、離島活性化、この奄美群島の振興交付金、この活用が現状としては今できないということがございます。これは観光にしてもそうですし、例えば畜産物に関する輸送、そして、生活面の医療とかこういう対応に関しましても、今の法律ではそうしたことができませんので、今回しっかりそういうことを明記させていただきました。また岡さんに関しましては、航空路開設に関しましては、これは悲願でございますので、しっかり東京都と連携しながら進めていきたいということと、やはり定住、住宅の問題は大きな課題でございますので、この点に関しましてもしっかりと進めていきたいと思います。このタイミングで、発表したということは、来年、今年度で法律が切れますので、法改正の準備をしなければなりませんし、予算を伴うことについては概算要求に反映させなければなりません。これはやはり夏の作業が重要でありますので、公明党としてこれまでの調査結果を生かすために、早い時期に近々政府に要望したいということであります。はい、よろしいですか。それでは次の方。NHK の佐々木です。処理水のご、はい、テーマについてちょっと戻るんですけれども、先ほど海開きのお話の中で8月中中旬まで大体かかるというようなお話もありましたけれど、8月中旬ぐらいまで海水浴シーズンというお話もありましたけれども、先ほどの代表のご発言を振り返ると、その一定 その浸透にかかる時間というのは8月中旬ぐらいまでかかるというふうなご認識というお考えでよろしいでしょうか。私はその処理水の放出のタイミングを言ってるわけではありません。その海水浴シーズン、これは地元におけるですね、海水浴シーズンの実態ということを前提にした上で、特にこのスタートする7月も中旬にスタートでありますから、それに対して十分なこの処理水放出の科学的な根拠に基づいた客観的な安全性、この周知徹底、内外に対する周知徹底、ここを測るその時間の余裕ということを考えて申し上げたわけであります。あくまでこうした客観的な科学的根拠に基づいた説明をしっかり浸透を図っていくこと、これが風評を生まない前提になると思いますので、冷静に対応すべきだと思っております。では次の方。すみません、処理水の関連で伺います。フジテレビの梅田です。代表がこれ真意の確認になるんですが、安全性などを科学的に客観的にということをお話しされていますけれども、処理水を流すとそういった海での海水浴が危険だと、そういうご認識ではないということですか。そういう認識は全くありません。すでに IAEA の事務局長はこの基準にのっとった手続きを進めていけば環境に悪影響はないとおっしゃってますし、また福島の水産物農産物に問題はないとすでにおっしゃってるわけですね。また私は3月に福島の第一原子力発電所を視察をしましたが、その現地でもそうした根拠を科学的な資料等に基づいて丁寧な説明をいただきました。それからもう一つなるほどなと思ったのは、この常磐沖で取れる水産物ですね、例えばヒラメを処理水の水槽と普通の海水両方に入れる、そしてその変化を観察をする、そうすると処理水の水槽には確かにヒラメの体内のトリチウムの値が上がっていくわけでありますが、一定のところで止まる、つまりそれ以上どんどん増え続けて蓄積されていくということは起こらないということが分かりました。そしてそのヒラメを一般の海水に戻すと、もう1日程度でこれが元の一般の値に戻ると、つまり体外に排出されるということが実証的に確認をされております。そうしたことをいろんな方に、日本の国会議員にも
また外国の方々にもぜひ知っていただくことが大事であり、そうした点で今日 IAEA の報告書がどうなるか分かりませんけれども、おそらくそうしたことも踏まえた説得力のある説明が期待されると思っておりますので、もともとそうした認識のもとで、そうした内外への丁寧な説明、これに基づく風評の防止、こういうことを申し上げたかったわけであります。関連でもう一点、今回の IAE からの報告書で、安全性というものが客観的科学的に証明された暁には、例えば来年度以降は海水浴のシーズンだとか漁のシーズンだとかは、これはもう放出した時期はそういったものには関係ないということになりますでしょうか。まあ、政府が放出のタイミングをいつと決めるかは政府の総合的な判断になりますので、それが始まった以後はですね、徐々に放出を時間をかけて進めていくということでありますので、安全性についての観点から何か申し上げることは必要なくなると、このように思います。今もそうした点での観点からの取り組みの必要性というものは申し上げていることではありませんので、ぜひこの周知徹底のための時間が必要だということ、ここを申し上げたかったわけであります。よろしいですか。はい、では次の方です。はい、朝日新聞の野平です。はい、安倍元首相が亡くなられてから8日で1年を迎えます。一周忌を迎えるにあたっての代表の所感をお聞かせいただきたいのと、あと安倍元首相が亡くなられたことを受けてですね、この1年間で代表から見て、その自民党内のパワーバランスですとか、あと官邸と与党の関係など、どういった変化が生じたというふうに見られてますでしょうか。返す返す安倍元総理の逝去は残念でなりませんし、改めてご冥福をお祈り申し上げたいと思います。その存在感というのは非常に大きかったと思います。私自身も長年にわたっていろいろなご指導をいただいてまいりました。そのことを思い起こしながら、これからの政権運営、特に安倍さんが強調していらっしゃったのは、この連立政権がいわば第一期ですね、民主党への政権交代の前、与党側の失点によって支持を失ったと、そして交代した政権が政権運営に失敗をしたと、その間国民の皆さんに多大なる不利益を与えたと、また国益も損なったと、大変申し訳ないことであったと、二度とこういうことを繰り返さないように連立政権でしっかり政権を安定をさせて、国民に必要な課題、ここを着実に乗り越えていきたいと、しっかり共にやりましょう、そうした固い約束といいますか、基本姿勢を確認したということであります。これは今日までもその基本は変わっていないと思いますし、自公でそれを共有しながら今後の安定した政権運営と課題解決に力を合わせてまいりたいと思っております。この安倍さんがいらっしゃらなくなったことについて、自民党の中どういう影響が生じているかについては、私自身自民党の構成員ではありませんので、わからないことはいっぱいありますので、言及は控えたいと思います。はい、よろしいでしょうか。では事実新社の真田です。はい、安倍総理の一周忌に迎えにあたって、関連して主に警護面の関係なんですけれども、その銃撃事件後、岸田首相を狙った事件もあり、要人の方が演説する際の警護対策が強化されていると思います。今後その安全確保と有権者との触れ合いの両立というのは難しい課題だと思うんですけれども、公明党としては今これまでどういった対策を取られているのかという点と、あとまた今後さらに工夫が必要な点とかもしあればご教示いただければと思います。はい、これはやはり警備当局が対応する第一次的に対応する課題でありますので、警備当局の警備の体制、これに合わせて党の取り組みを協力しながら進めているところであります。確かに昨年の安倍元総理の銃撃事件、
また岸田総理に対する爆発物の投げ込み事件と、その都度警備の体制がより厚くより徹底して行われてきているということを実感をしております。同時に特に4月の統一選以後、実際の選挙の現場ではですね、警備にあたる皆さんが数も多く、またいろいろなレベルで警備警戒に当たっていただいておりますので、大変ご苦労をおかけして、それによって守られているということに感謝をしているところです。この街頭演説等の現場ではですね、やっぱりこれまで見たことのない警備体制、これに有権者は驚きと、また心配もあるわけで、安心感も伴うわけですので、そうしたある種違和感に対して、私などはですね、この警備当局の厚い警護のおかげで、私たちが安全に街頭演説がやれていると、そして必要な訴えを有権者に届けることができていると、こうした民主主義の基本的な取り組みをご苦労いただいている警備当局の皆さんに敬意と感謝を申し上げたいと、こういうことを申し上げると期せずしてですね、聞いていた聴衆の方々から拍手が起きるんですね。そうしたことがこの違和感を和らげ、そしてまた警備あっての街頭演説であると、やはり民主主義の具体的な実践においては、そうした取り組みも重要であるということを有権者とともに理解をする機会になっているということを、大変意義あるものと受け止めております。先般日曜日福島でも街頭演説をやりましたけれども、そこでもやはり街頭演説に集まられる方々については、必要な範囲で手荷物チェックなどをしていただいております。これは統一選の時も同様でありました。ですから、そういう場合にご協力を呼びかけるということは、党の現場の運営サイドからも丁寧に呼びかけながら協力し合って実行しているところであります。ぜひこれからもですね、必要に応じてこの警備当局との協力の下で、安全な街頭活動、その他の政党活動を続けていきたいと思っています。毎日新聞の畠山です。よろしくお願いします。話題変わりまして、防衛増税に関連して伺います。22年度の一般会計税収がですね、初めて70兆円を超えて約71兆になりました。決算剰余金も非常に膨らんできているんですけれども、自民党内ではですね、その税収が増えたことによって、増税を25年秋以降にすればいいんではないかとか、そういった期待の声も上がるようではありますけれども、代表としてこの現在のこの税収が増えている状況、これを鑑みてですね、防衛増税のあり方はどのようにお考えになるか伺います。防衛費の調達のあり方については、昨年のに大きな枠組みを示して、先の国会でもいろいろ議論がなされてきたところでありますから、基本的には4つの大きな分類に基づいて、例えば歳出削減ですとか、あるいは国有財産の処分でありますとか、あるいは決算剰余金の活用でありますとか、あるいは一部増税でありますとか、そういう総合的な調達をするという方針があるわけです。ここで大事なことは、税負担が一部あるにしても、個人の負担、あるいは中小企業の負担には及ばないようにするという考え方で組み立てられております。またもう一点は、この防衛費について国債に頼らないということも重要なポイントであります。やはりこの一部税があることによって、この国民の皆さんに防衛の内容についてもご理解をいただく機会にして、自らの国の防衛について決めていくと、そういう機会を確保するためには、こうした取り組みが重要である。借金でその負担が見えないようにするというのではなくて、税があるということで、より一層国民のいわば正しい意味でのチェックが働くと
という要素もあるのではないかと思っております。いずれにしてもそうした大きな分類が具体的にどう調達されていくかということは年度年度で努力の結果が積み重なっていくわけでありますから、そうした点で税以外の防衛費の調達が可能になっていくということは歓迎すべきことだと思っております。もう一点言いますとね、決算剰余金が出たといってもそれを防衛費に使うということを決めているわけではありませんので、今後これをどう生かすかということはやはりしっかり検討して議論した上で決めていくべきことだと思います。はい、日経さん。すいません、日経新聞の今井です。はい、防衛装備移転に関してお伺いします。与党のですね、ワーキングチームは明日論点整理を、自公の政調会長に報告する予定となっております。で、今回の論点整理は、一部報道などですがね、五類型などは、結論を出さない一方で、国際共同開発の日本からの第三国輸出に関しては認めるべ方向で議論すべきだとの意見が大層を占めたなど、そういった記述がなされていると報道があります。今回の論点整理をですね、まず代表ご自身どのように評価されているかということについてお考えをお願いいたします。これはワーキングチームで議論を重ねてきた経過がありまして、この現状でのいわば中間報告的なものをまとめるとこう聞いております。最終的にどうなったかということまで報告を受けてませんけれども、明日その報告をまとめるということであればまた説明は聞きたいと思いますが、いずれにしてもですね、何かを新しいルールを決めるということではなくて、あくまで論点を整理するということで、あると聞いておりますので、それを受け取った政府がこれからどうしていくか、これはまた政府の方でご検討いただきたいとこう思っています。はい、北海道新聞の鶴沢です。はい、話題変わりまして恐縮です。中国訪問についてお伺いします。はい、現在の調整状況とですね、あと現在改めてで恐縮なんですけれども、公明党が日中関係においてどういう役割を果たすべきとお考えか、ご所感をお願いします。はい、今もなお調整中で、中国側から確たる返答をいただいている状況ではありませんが、しかし、これまで中国側も訪問の要請があり、また我々からも訪問を要望してまいりましたので、いつどういう形で具体化するか、これを待っているところであります。公明党は国交正常化に先立って、中国側と当時野党の公明党が周恩来総理とさまざまな国交正常化にあたる課題をやり取りしながら、それを日本政府に伝えて、それに基づいて国交正常化が成し遂げられたものであり、以後一貫して中国側とは交流を友好交流を重ねてきております。政府と政府の間がいろいろ時に関係が山もあり谷もあり変化があるわけでありますが、この公明党の継続的な友好交流というのは一貫しておりまして、中国側との信頼関係ができていると、このように踏まえております。大事なことはこうした、このよく言われる引っ越しのできない隣国という関係も踏まえて、対話と交流を継続していく、その中でさまざまな課題があればそれを指摘し合いながら乗り越え、そしてまた協力すべき点についてはしっかり協力をして、両国のみならず国際社会にも好ましい影響を与えていく、そうした取り組みを公明党としてもこれから推進をしていきたいと思っています。また我々が申し上げているのは党幹部だけではなくて、若い世代の交流、あるいは連立政権与党としての交流、また超党派の友好議員連盟など、こうした超党派の交流、さまざまなレベルでの政治対話を広げていくことが大事であると、そしてまた民間の交流も多層的に行っていくことが大切だということを申し上げております。そうした点で公明党の訪問が実現すれば、
そういった対話と交流の必要性と、そしてまた課題と協力のあり方についても率直な議論ができればいいなと思っております。はい、よろしいですか。で次の方は、すみません、東京新聞の市川と申します。話題変わりまして、自公の選挙協力関係についてお伺いします。はい、先週末埼玉県と愛知県で、公明党の県本部の主催する会合が開かれ、菅元首相や自民党の県連会長などが出席されたと聞いています。菅元首相をこうした会合に招いた狙いを改めてお伺いします。これは幹事長や選対委員長に聞いていただきたいと思いますけれども、従来の経過を申し上げますと、この選挙区の候補については状況に応じて、菅前総理に、激励応援のご挨拶をいただくという機会が何度かありました。ですからその点での関係が重なっている菅元総理、前総理にですね、お願いをして実行されたのではないかと思っております。いずれにしても選挙協力の文書が新たに交わされて、東京以外のところでしっかり協力をしてし合って与党としての議席を最大化しようという矢先のことですから、そうした従来の関係を考慮した取り組みというのはこのタイミングでは有効な取り組みになりうると思っていますので、それを生かして当選に向けて準備を重ねていきたいと思っております。関連して、東京での選挙協力なんですけれども、現在代表おっしゃった通り東京を除くということで両党の選挙協力体制が進んでおりますが、北側副代表も会見で改善が望ましいというような期待をしているというような発言がありました。また29区でも地元の区議の方による協力体制もあるというような話も聞いております。代表としまして、東京での自公の選挙協力の改善の余地についてどのようなお考えか改めてお聞かせください。具体的な選挙区での取り組みや候補者の対応等については幹事長選対委員長が行うということで、岸田総理総裁と代表である私はそうした個々の選挙区や候補者については言及しない、むしろ対極的に連立政権の維持強化に努めると、そういう視点で臨むという考え方をとっておりますので、東京の点についてはやはり幹事長選対委員長に聞いていただきたいと思います。今おっしゃったようなこの29区岡本さんの地元で自民党の区議会議員が協力をできるようにしたいという自民党からそうした話があったということは報道されておりますから承知しておりますけれども、従来から両区とも足立区荒川区とも区政の運営においては公明党自民党の区議会議員はしっかりと連携をしてきた歴史がありますので、自然な成り行きではないかと思いますけれども、いずれにしても具体的にどうするかということについては私は言及を控えたいと思います。はい、では NHK 佐々木です。冒頭のマイナンバーに関するご発言で確認させていただきたいんですが、資格確認書について今現在これは申請という形で無料で出すというふうになっているかと思いますが、先ほど代表プッシュ型でというふうにおっしゃいましたが、他も申請ではなく方針を変えてプッシュ型でやるべきというお考えでよろしいでしょうか。プッシュ型と申し上げましたのはカードマイナンバーカードを取得することがを進めることが大前提であります。しかし、この任意、あくまで基本は任意で強制ではありませんので、マイナンバーカードを取得しないという方が最終的には残る場合があります。その場合にその方がこの健康保険とマイナンバーカードが一体化することによって健康保険を利用できないような事態を防ぐために資格確認書なるアイデアが検討されていると、こういうふうに聞いておりますので、今どうのこうのということではなくて、
まずマイナンバーカードの取得、そして健康保険証との紐付け、これをしっかりと進めていくということが今大切なことだと思います。ただ最終的にそうした措置が必要になるかどうか、そこを見極めてやるならばプッシュ型で保険の利用ができないような状況を生まないようにする、そうした配慮が大切だということを申し上げているわけであります。よろしいですか、他にありますでしょうか。はい、なければ代表の記者会見を終えたいと思います。ありがとうございました。はい。